碓井バイパスは国道18号の群馬、長野県境にある全長 17km のバイパス道路である。群馬県安中市松井田町横川で原道と分岐し、長野県北佐久郡軽井沢町で軽井沢バイパスと接続する日本道路公団によって建設され、現在は国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所が管理している。名称に碓井とついているものの、長野県と群馬県の県境で本道が通るのは碓井峠ではなく、標高1030メートルの入山峠である。カーブは全部で45カ所。碓井峠経由の原道に比べ道路条件は大幅に緩和されているものの、坂下にあたる横側から峠までヘアピンカーブと片勾配の急坂が長く続く道路である。全区間最高速度時速 50km 制限、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止、駐停車禁止で、さらに急カーブが連続する群馬県側の急勾配区間は展開禁止になっている。上下線ともに上り区間には、途半車線が完備され、待避所やチェーン着脱所を数箇所設けているほか、下り坂区間には、ブレーキ故障車用の緊急待避所も数箇所設けられている。トンネルは、起点付近に霧積水道があるのみ、トンネルを抜けて碓井川を渡ると、群馬県道92号松井田軽井沢線が合流し、ここから約 2.5km ほどは同県道との重複区間である。信号機は終点である南軽井沢交差点のみであるが、夏季の観光シーズンを中心に、同交差点付近は渋滞する場合がある。かつての料金所跡は、現在は高崎河川国道事務所の軽井沢除雪ステーション及びトイレ完備のチェーン着脱所となっている。本道について、神奈川県のあるバス会社の社長は、カーブが多く、路面が凍結している恐れもあり、慣れない運転手には怖い道で、自分の会社では高速道路を使い、このルートは通っていないと語っている。碓井峠の交通網、碓井峠を越える原道は1930年代に舗装されるなど早くから整備が進められていたが、184カ所ものカーブがある難所で、自動車交通の発達に伴い、交通量が限界に近づいたため、太平洋戦争後に至って新たにバイパスを建設することになった。数年間にわたるルート検討の結果、原道より大幅に南方の入山峠越えルートを取ることになり、1966年7月14日、工事着工、1971年10月30日工事終了、同年11月11日に開通した。事業費は35億1000円。当初は日本道路公団の有料道路だったが、開通から30年の料金徴収期間が満了した2001年11月11日午前0時に無料開放された。この間、総事業費およそ95億円のうち、約53億円が償還された。2016年1月15日、安中市側から数えて43番目のカーブで、大型バスが対向車線側のガードレールを突き破って道路脇に転落し、乗員、乗客41人全員が死傷する事故が発生した。軽井沢スキーバス転落事故を参照2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。